はい、皆さんこんにちは、榊篤でございます。3時40分ぐらいですね、今ね。結局日経平均はね722円安で終わりましたけど、ウォンはうにゃうにゃしてましてですね、1432あたりですね。まあいいんですけど、原油が軟調です。 77.59 のあたりでして、これもっともっと下がってほしいなというのが正直なところで、エネルギー価格が下がればですね、その我々の生活楽になりますね。なんというか全てに関わってきますから、原油の価格、ガスの価格というのは。で、今すごい電気代でしょ。ヨーロッパすごいらしいですよ、3倍4倍もうそれでね、もうみんな悲鳴上げてるっていう話ですけど、このね、今ここのところロシアがですね、動員令を出してですね、そんな嫌やんっつって、逃げ出す人々、あるいは追っかけて捕まえる、こういう様子とかですね、あるいはですね、拒否したら10年豚箱に入れとかですね、それ嫌やん、そんな鉄砲を持ってね、前線に行ってね、撃たれんのとね、豚箱10年入るとどっちがええねんって、どっちも嫌やん、そんな。だから、どう言うんでしょうね、非常にロシア国内が動揺してるというニュースがですね、盛んに伝えられていますけども、今のプーチンさんにとってね、唯一の頼りはね、冬将軍やというふうに言われていますね。冬将軍って何かと言いますと、古くはですね、約200年ちょい前のナポレオンですね、ヨーロッパを席巻したナポレオン、フランスのナポレオン軍がですね、こうロシアに手を出すんですね。で、まあですね、どんどこですね、入り込んで、最後はですね、モスクワまで到達します。ところがロシア軍はですね、そのなんていうのかな、なんたら戦法とかですね、要はフランス軍がモスクワに入ってもですね、得るところは何もないと、もう全部食料は燃やし尽くすというふうにしてですね、でしかもその時は冬なんですね。でモスクワまで来たらもいいけども、燃料もなければ、暖を取る燃料もなければ食べ物もないという状態で、あかんわっつってナポレオン軍はすごとですね、引き返すわけですね。だからその60万で攻め込んだのが、帰ったら2万人やったとか、なんかそんな風に言われています。もう大惨敗を喫して、これがですね、ナポレオンがですね、滅亡するというか、ナポレオン戦争が終わるきっかけになったというふうに言われています。それがですね、ナポレオンのロシア遠征ですね。でそれをこうナポレオン追い返したのは、まあ、ロシア軍ではなくて冬将軍っていわゆる冬であると、寒さであるということでですね、ロシアには何がなくても冬将軍がいるというふうにですね、ロシア人たちはですね、誇ったわけですよ。俺らには冬将軍が鬼やって。それからおよそですね、百数十年の後、1941年の6月にですね、ヒトラーのナチスドイツが同等のごとくですね、ポーランド国境からですね、ソ連に押し入りまして、でダーッと入って、バルバロッサ作戦といいまして、3ヶ月でモスクワに到達するという当初の計画でありました。ところがですね、まあうまくいきませんで、やがて冬になります冬になることを想定していなかったんですね、ドイツ軍は。だからドイツ兵たちは寒さに凍えながら戦わざるを得なかったと。で結局モスクワの手前40キロぐらいですか、のところでですね、ドイツ軍の進撃は止まりました。そこからはもう冬将軍に負けてですね、一進一退を繰り返すんですが、結局はご存じの通りドイツは押し戻されて、最後はベルリンまで取られてしまうということになって、歴史上2回、冬将軍がロシアを救ったんですね。で今回もまたですね、冬将軍がロシアを救うと、救うんではないかというふうに言われてまして、プーチンはそれを期待すると。こんなん言うても全然ね、戦場の様子は違うんですよ。過去2回はですね、ヨーロッパから攻め込まれたんです。
今回はですね、ロシアがですね、まあヨーロッパの続きみたいなところにあるウクライナに攻め込んでるわけですね。その攻守が違うというのがありますけども、なぜ冬将軍かと言いますと、今現在ですね、ロシアはですね、ヨーロッパにガスを送ってるわけですね。そのガスでヨーロッパはですね、暖房してるわけですね。特にドイツなんかはですね、ほとんどロシアから送られてくる LNG ガスでですね、ロシア国内、あるいはドイツ国内の暖房は賄ってるわけです。発電も賄ってるわけです。で、最近プーチンは意地悪で点検のためやとかでそのガスを止めたりしてるんですね。今その量を減らしたりしています。で、ドイツは怯えています。いやいや、ちゃんとガス送ってえなというのはね、非常にドイツはね、今矛盾した立場に立たされてるんですね。で、プーチンの狙いはそうやってですね、ガスを止めんぞって言うたですね、言うてですね、ヨーロッパに言うことを聞かせてですね、ウクへの支援をやめさせようというのがどうやらプーチンの狙いだと言われてるんですね。ほんまかどうか知りませんけど、でもプーチンにとっての切り札はね、そのガス止めるぞというのとですね、あとは N だけなんですよね。で、その2つしかない。で、どっちもね、作用は反作用がすごいんですよ。ガス止めたらですね、お金が入ってこなくなります。ドイツは毎日500億払ってくれてるのが入ってこなくなるんですよ。あかんやんってなりますね。で、 N を使ったらですね、今度アメリカが出てきてですね、もっとなんかこうきつい制裁なり、あるいはアメリカ軍が乗り出してくる可能性さえあって、そうだったら第三次なんていう物騒なね、ことにもなりかねないんですよ。だからどちらの切り札も使いにくい。まあだから今ちょろちょろとですね、ガスの方をですね使ってるわけですね。で、 N 使うぞって脅してるわけですね。でガスの方はこれは冬勝負なわけですよ。冬の寒さにお前ら耐えられへんやろということで、ただしね、これね、そういうカードはね、ガス送らへんでっていうカードは使えるし、多分使うでしょうけども、かというてね、暖房がなくってね、じゃあドイツ人はみんな死ぬのかといったらそんなことないでしょ。寒いわってこう耐えればいいわけであってですね、まあ冬はね、これからやってきてですね、ヨーロッパの冬厳しいですけど、まあそうですね、およそ4ヶ月か5ヶ月耐え抜けばですね、それでまた暖かい春がやってくるわけでして、耐えられないことはないわけですよ。で、そのロシアがガスを送ってこなかった時のためにどうするかというのをですね、今一生懸命対策をしているわけですね。いまいちそれが進んでいるというふうには聞きませんけども、まあそれは考えているわけであって、全くそのね、暖房なしでですね、みんなが凍え死ぬかというと、まあそんなことはないと思いますね。まあですんで、冬将軍カード、今回はですね、そのどうもロシアにはあんまり利がないんではないかなという気がします。まあ、前2回とね、今回とね、さっきも言いました通り、こう攻守が全然ちゃうし、でロシアが守ってるわけではないわけですからね、攻め込んで悪いことしてるわけだって、まあ、道徳的にもですね、今回ロシアには利が薄いかなという気はしますね。なんで、今回の冬将軍はだからあんまりこうロシアに味方してくれない、まあ、ちょっとは味方してくれるんでしょうけども、むちゃくちゃこれでそのまたロシアがですね救われるというか、ロシア救われたらですね、ウクライナがですね悲しいことになるわけですから、そんなことはないんちゃうかなという気がしますね。だからロシア人というか、まあ、プーチンがものすごくそれに期待しているところはあると思うんですけど、まあ、それ以上にね、今まだ9月でしょう、で、まあ、これから寒くなるんですけども、その厳冬期が来る、例えば1月とか、まあ、年を越すまでですね、12月から、年を越すあたりまでにはですね、何らかのですね、こう解決が見えてくるんではないんでしょうかね。というか、ロシアのその軍自体がですね、持たないんちゃうかなと。そんな嫌がる人たちをね、無理やり連れてきてね、
あの訓練したところでね、あの兵隊さんの訓練でね、あの何でもないただの人を連れてきてやる場合はね、最低でも3ヶ月かかるんですよ。もう3ヶ月も猛訓練してやっとね、あの前線に出せるというレベルになるわけであって、もう3ヶ月、今から3ヶ月はもう冬でしょ、間に合わへんやんっていうことですね。だからいろいろね、もう今無理が出てきてるんで、ロシア側に。だからもうそんな冬になるまでに、ある程度見えてくるんじゃないかなとは私は思うんですけどね。これについてですね、特に貼るページはございませんのでですね、皆様それぞれの記事をお読みください。はい、どうもありがとうございました。